皆さんこんにちは、おはようございます。岡ちゃんです。今日はですね、東京都多摩市それから川崎市の黒川というところの県境に来ております。ここで緑と道の美術展というのをやっております。今日はね、ここで天気もいいもんですからリトリートを兼ねてこの美術展を見学に来ております。ちょっとメルマガで募集したところですね、3名様がジョインすることになりまして、こんな雰囲気で回ってます。やっぱりね、秋の真っ最中、ちょうど紅葉が始まって、素晴らしい景色になってます。これを皆さんと共有して楽しんでいきたいと思います。これから黒川の横峰緑地に入って作品を見ていくことになります。続いていっても向こうへ抜けられますから。では行ってみよう。この枯れた木はもともとあった木ですよね。この桜みたいなちっちゃい木は。こっちはね、こっちの木はね。なんとなくアクセントで。なってるのかと思っちゃった。なんか絵になる、みんなでぐるぐるしてると、日傘があって。こういうの撮っといてさ。楽しいよね、そこね、ぐるぐる歩くと。これは素晴らしい。歩くとね、みんな楽しいんです。で、歩くと楽しいでしょ。だから我々はこれを持ってます。そういうのは楽しい、歩くことを楽しむ力がある。それぐらい我々にとって歩くことはとても大事なんですよ。今も面白かった。なんか楽しいですよね、歩くと。はい、皆さんこの作品ですね、ぐるぐる回る、なんていうんだっけ、歩くぐるぐる向こうにという作品、今我々一同ですね、ぐるぐる回ってきました。素晴らしいですね、ぐるぐる回って。楽しんでいただきました。楽しみました。加藤さんはこういう作品を作ってらっしゃるわけですか。そうですね、歩く部分のある作品というのをずっとここのところ作ってます。そうですか。ということはこういう美術作品の学校かなんかをにお勤めなんですか。いや、私はね、工学部出身で、はい、設計の仕事をずっとしてて、はい、それからデザイナーになって、はい、それから神保町にある芸術科学実験工、美学校というのがありまして、はいはい、美学校の芸術科学実験工房というのに参加して、はい、でその仲間で展覧会を始めて、それからいろんな作品を作るようになった。高校時代から油絵をずっと描いてまして。あ、そうですか。そういうのはそういう方面もやりたいという気持ちはずっとあったんですけども、で最近はこういう歩く部分のある一体というのを。なるほど。まあ、これ今ぐるぐるっと、回って歩いたんですが、ここに何やらこう高い物体があるんですが、そうですね、これは何を象徴。これは空に向かって叫んでる何か生き物というか。ああ、なるほど。叫ぶっていう、こうすごい身体行動ね、はいはい、そういう叫びたい気持ちみたいなものをね、なるほど、集約していく。これは枝で作っていて、枝をいろいろストックしてるんですけど。ああ、そういえばこれ木ですよね。そうですね、枝ですよね。でその枝を組んで、自分で組んでる時にこの枝の曲がりとか、はい、そういう枝の中にあるエネルギーみたいなものをこう集約していって、上バーッとこう叫び上がって。わあ、本当だ、その通りですね。作ってる時が面白いっていうね。特に今日はね、天気が良くて、この緑、青の真っ青な空に叫んでますね。うん、ありがとうございます。失礼ですけども、まあそういうお仕事されているんですが、今大体お年はどのくらいになるんでしょう。もう
いい年になってます。いい年ですよね、多分。昭和20年代の。そうですね、終わりですね。終わりの、うん、ああ、そうですか。その、こういう作品を作るということは、若さの秘訣になりませんか。そうですね、それはあります。そうね、作ってる時がやっぱり自分にこう何か湧いてくるものがあるし、なるほど、それからなんていうのかな、そう、みんなに楽しんでもらうことが、こうとてもね、うん、自分の充足感がね。なるほど、我々ね、一度みんな楽しみましたから、歩くことをね、テーマにしてるんで、歩くことは人類が発見した、うん、直立二足歩行ね。ああ、これが人間の原点だと思ってるんですよ。歩くっていうことは本当にね、うん、っていうのはそれで手がを使えるようになったとか、長く歩けるようになったとかね、そういうことで今の人間の文明がな、元はそこにあるんだっていうぐらい、それでそれをするとすごい楽しいですよね。そうです、楽しいです。楽しいのは我々の中にもう高いしあるわけ。なるほどね。歩くことのエネルギーがあるわけ。なんか DNA の中にあるんでしょうね。そう思うんですよね。特に日本人はそうなんですよ。それを引き出したいっていう。だから見るだけじゃなくて、うん、身体感覚でこう体験してもらうことで作品にこう近寄ってもらいたいっていう。体験できるというのは素晴らしいですね。はい、加藤さん、どうも今日はありがとうございました。いい、どうぞ皆さん楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、we'll be right back.